静岡市内のこちらのガソリンスタンドは台風の影響でガソリンの輸送に遅れが出ていました。そのため昨日のお昼までは1回の給油で20リットルまでという制限があったんです。それが今お客さんはガソリンを満タンに入れることができます。台風7号の影響で石油製品を運ぶ船舶が静岡県内の港に入ることができず品薄状態が続いていたガソリン。お盆で多くの人が車を利用するタイミングでの給油の制限はガソリンスタンドとしても苦渋の選択だったといいます。それがようやく改善され始めました。これからまあ海も穏やかになって船がつけられるという見通しになっているので、まあ、徐々にタンクの方は回復していくという予測になってますので、まだ順次輸送が再開してきている段階のためこのガソリンスタンドでも普段の半分くらいしか入荷できなかったということですが、今後徐々に供給される量は回復していく見込みです。その一方で懸念されるのがガソリン価格の高騰です。170円台でずっとキープされてたんですけど、補助金が減っていく段階で少しずつ上がっていって今は180円以上になってますね。不安定なウクライナ情勢や円安の影響などで原油価格が上昇したことを受け、政府は石油元売り会社に補助金を支給しガソリン小売価格の急激な上昇を抑えていました。しかし補助金は6月から段階的に引き下げられ来月末に終了する予定。その影響でガソリン価格が13週連続で高騰していて、昨日経済産業省が発表した静岡県内のガソリン価格は1リットル当たり 181.7 円となりました。前の週から 1.6 円、1年前と比べると13円ほど値上がりしています。今日こちらのガソリンスタンドではレギュラーガソリンが186円でした。186円という数字、はい、どういうふうに見ますか？高いですよね。数年前に一度180円台をつけたことがあったかなという感じですけど、やはりなかなかない数字ですので、昔に比べてやっぱりこうガソリンを大事に使っているようなお客様も増えているんで、そういった意味でこう来ていただける回数がすごく減っているような感じはいたします。夏休みの今は車を利用する機会が多い時期、ガソリン価格の高騰はドライバーにとって頭の痛い問題です。静岡市にある人気観光地の一つ日本平です。こちらには夏休みの時期ということもあり多くの家族連れが訪れています。ただ車を利用する方からはこの時期でのガソリン価格の高騰は厳しいという声が多く聞かれました。お盆の時期にすごい上がってしまったなっていう感じがします。旦那と車を2台所有しているので近場を回るときにはなるべく燃費のいい小さい方の車で行くように工夫してます。200円ぐらい行ってたんでレギュラーが高速のところで、なんでまあそこでちょっとだけ入れてで高速降りてから2階に置けて、はい、車で遠出することとか、まあ、子供連れていろいろ行くことも多いので困るのは困りますけどね、うん。